おはようございます。おはようございます。まだ黙り攻撃がやるな。女の子の心をくすぐる黙り攻撃です。いやらしいわこれ。じゃあ西でとか言ったら若い頃そんなコンパとか行けんかったね。でもそんなもうあんまり流行ってなかった時期ですかね。僕よりそんな流行ってもうちょっと上の人たちはめちゃめちゃ行ってましたけど。行ってるな。せやな、おいらからちょっと下ぐらい、はい、黒いぐらいのやつが一番コンパしてるのじゃん。下多分な、ずっと一番コンパしてると思うわ。おいらの時代からコンパいるのが入りだして、で多分10個ぐらい下のやつが一番ようやってると思うわ。コンパ、みんなコンパコンパコンパやろ、はい、みんなコンパや、はいはい、だからもう集まって、はい、南なんかやったらもう団体のやつらが結構多かったもんな。あいやでも、はい、どうすんの、その出会いとかはどうすんの。コンパやな、出会いですか。出会い、うーん、西田君が彼女なんだよ。はいはいはい、はい、どこで、それはどこで出会って。あでもそれはお店、あれバーですね。だからバーで働いているので、お客さん、はいはい、バーって必ずお客さんがいる。そうですね、友達とか、まあ、やっぱり水商売が多いよな、まあ、その友達とかで、はい、こう女の子引っ掛けに行こうかとかっていうのも今もあんまりないんでしょ。そうです、今あのもう SNS があるんで。あそうか、もう変なことしてます。もうナンパいうのがないのか。もうそっちに書かれたらもうちょっとダメな時代になっちゃったんで。あはい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 。コンパやっててやっぱりその時の女の子のそのグループに当たり外れがあったからおもろかったけどな、はい、どれぐらい3、4人で集まるのが一番多かったかな。3人ぐらい4人ぐらいで集まる。3、4人が一番盛り上がる、ね、盛り上がるやっぱりな。あのオーナーに過ぎたらもう分からへんようになるし、あんまりだからブサイクばっかりやってももうそれはそれで別に構えもちろん盛り上げな盛り上げだろ。俺一番悪だから、もうなんせ飯食いに行って、はい、たまたま女の子4人おってんけど、ほらもう4人集まるつもりやってんけど、うん、あと2人ちょっと仕事の関係でちょっと遅れてくるよとって、うん、俺と始めようって、俺と俺よりまだでかいやつ、はい、でこうメガネかけてね、はい、こっちやつ、あとまだ喧嘩とか、さっき4人女の子とりあえず飯だけ食うたいてして、まだあとで1人来るからみんなでスナックでも行こうかって、スナックでそのまた女の子も真面目な子ばっかりやって、はい、あんまり会話も弾んないし、あんまりもう金使うのもなって、まあ、とりあえず知り合いのスナックなんか安してくれるから行って、うん、歌でも歌おうかーって言って、みんな真面目にこれちょこんと座ってはいはいって言うようなコーラーで、歌歌うんかなこのコーラーなんか踊ってやって、じゃあ私歌います、春を愛する人は、あ、ダメだこれ、これここのグループをちょっとどうしたらいいかわからんわ。僕らコンパで米朝一門とかとお芝居してた時があったりとかしてたけど、米朝一門さんで今日なコンパみたいなのがあってなっていう話で、グループおいでやーって言うてくれるんだけど、おうおうおう、僕は絶対遅れてこいって言われてね、でなんか無理があるんやろな。そんやね、違うね、ちゃうの、見た目こんなんやから、うん、またしたなーって入らなあかんねん。ほな僕ビビられんねんこれ。スタート地点でだいぶ損やねん。あそれは知ってそうやって入ってこいって言われて、あすいませんじゃなしに、うん、まだしゃー損やねん。客じゃ女の子みんな引いとんねん。その時これまだモヒカン、モヒカンやな、モヒカンの時やな、いや入っとるがモヒカンやな、あかんねん。この時点で僕だいぶ損やん。でも臨床的には残るやんか。それでギャップ、こいつギャップ狙いねん。パッと見てそんなんで頭でうわ怖い人って思うやんか、喋、はい、ってたらめっちゃ優しいやんか。ちょっと優しくしやなあかんねん。そのギャップでめっちゃ黙り込み作戦と一緒やん。一緒やん。そうや、そういう手使いよ。じゃあでもそのコンパとかに限らずさ、はいはい、見た目こんなんやから、はい、ちょっとおばあちゃんに席変わったってみ。優しい人優しいじゃな。でこいつとこなんか、はい、この顔一回見たらあんま忘れへんやん。2回目はすぐ分かる、あって分かる人間やから。でそれでも初めは全然会話とかなかった人が、うわこの人も怖いんちゃうかなと喋ったら、めっちゃ優しい喋り方やなみたいな。喋るしないよな。よう喋るよ。せやね。作戦や。作戦。おっさんにもモテるし、おばちゃんにも受けがいい。おっちゃん、おばちゃんと子供に受けがいい。愛がない。愛がない。おっちゃん、おばちゃん、昔から得意や。得意や。
見なくねっちゅう。間の方言わせるもんだからダッチョさんせないな。それもせえせえ。ダッチョさんせないな。間欲しいわ。昔からせえな、間ないね。あとな、間でモテる、はい、こう種類もあるね。間でモテる種類もある。黒いが間はモテんだけど、それは種類がある。種類があるね。何ですかそれ。あなた何言ってんねんみたいな人たちやんか。そっちにはモテんねん俺。なるほど。そっち系はモテんねん。間はそこだけやねんモテんねん。俺も肉体的にそっちにはモテたわ。まだこれよりちょっと痩せとったけどな。でもちょっとぽっちゃりしてるからそれ系に俺もモテたわ。いやねえ。そっち系にはモテへん、そっち系っていうかもう あんまり合わないっすね。そのああそう、要はやっぱ合いはったっすね。でもな、飲みに、はい、バーテンとかやってるそういうの飲みに来よるやろ。あ、まあ、でもたまにっすかね、はい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 。昔いくらはやっぱりだいぶ少なかったんかな。いや、少なくはなってないでしょ。なってないから逆に増えてんのかな。じゃあもう見た目が分かりやすいやつと、うん、もう完全に隠してる人やから分かれへんから。はい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 。フロアでなずっと喋ってるおっさんって、うん、昔、うん、おっさんやねずっと喋ってて、はい、で、あーんごまーって言いながらずっと喋ってて、うん、もうある日横来て急になんか膝触れたくさんおっさんこっちだんかいみたいな。もう俺あのパブで結構大きなパブで、はい、カラオケの司会のバイトしとってん、うん、でカウンターも10席ぐらい結構あって、あとはボックスが6つぐらいある結構広いとこやってて、カウンターにいつも一人で飲みに来る結構がっちりしたおっちゃんがいて、はい、おっちゃんっていうか俺より年上やからおっちゃんやけど、俺にめっちゃ優しい、いいじゃん、誰だけ何やねん、お答え入れてくれってことで、こうやって対応して、はいはいってやってたら、ちょっとわし兄ちゃん好きやから俺一本入れとったろうって、ボトル一本入れてくれて、いや僕これ司会って、まあ、プライベートで来た時に飲んだらええかなって、あ、わかりました、ありがとうございますって言うとって、じゃあちょっとわし次あのこの歌歌うから一緒に横で歌ってくれへんか、あ、いいっすよって言ってて、忘れませんよ、夕焼けるかもかなんかそんな音でやって感想の時ピュッとマイク外して兄ちゃんケツ貸そうかってやって貸せ違うんかと思って、貸そうかやったちゃんと借り足りました、はい、だお借りたから逆に怖かったってな、俺が立ちかこのグッズおさんが猫なんか貸したらな、貸したらな、それでもどっかのな柔道部かなんか言うてあったら、うわこのおっさんに俺がせから俺が貸してくれ言われたら絶対捕まってまうと思ったから、まだ貸そうかやったからよかったなぁ思ってちょっとそっちの方がそうなんかとか言うて残念がられたけど、それはそれで助かったな。そこがね、なんかなとったら兄さんの今俺の人生変わってたかやったね、もう喋り方がテーブル師匠になってね